がドリフト始めて恵比寿サーキットというものに来るようになって、それからプロドリフト選手権というのが始まって、そこでは2位だったんですね。で、僕にとって恵比寿南っていうのは結構その時は楽しくて得意なコースになってたんですけど、 D1 グランプリの初優勝した場所でもあり、さらには初クラッシュした場所でもあります。僕の恵比寿南のすごいと思うところは、ものすごい走りを連発する選手がいっぱい出てきたじゃないですか。で、初めて選手に対してリスペクトができるようになったのも恵比寿南コースなんですね。だからそんなねコースがなくなってしまうのはちょっと悲しいですね。恵比寿はですね、僕は初優勝した D1 グランプリでね、初優勝した、サーキットで、しかもねストリートリーガルというね、前の若い時からね走ってる場所なので、すごい思い入れが強くて、まあ、昔はねゾンビ横井とか言われてましたけど、僕は恵比寿で育ったようなもんなんです。何回も何回もぶつかっても、多分ほとんどの選手より僕が一番ぶつかってんじゃないかっていうぐらい、クラッシュもしてますし、まあ、ドライバーとしてもね育ててもらったサーキットなので、最後にねちゃんと成績もそうですけど楽しみながら走りたいなというふうに思います。恵比寿の思い出、僕はですね、まずD1 の権利を取ったのが恵比寿サーキットで、 D1 の権利をなくして、再取得したのも恵比寿サーキット。リーガルの時に決勝戦で、シリーズを争ってた松川くんとやったのは、まあ、皆さん全然知らないと思うんですけど、意外とね僕心の中に残ってますね。 D1 初優勝も恵比寿サーキットで、多分リーガルも優勝したの恵比寿サーキットで、まあ、ほとんどのなんか僕の人生に関わることはこの恵比寿南すごい関わってて、まあ、本当思い入れのあるコースです。恵比寿はね、正直言って今までの D1 サーキットの中で、ね、一番怖いコース、まあ、みんな結構クラッシュ多いですよね、まあ、おかげさまでうちはクラッシュはないんですけど、まあ、思いやっぱし一応恵比寿で2勝してるんですよね。それがちょっと思い出なんだけど、とても怖いコースですね。ここは僕たちは車作る立場だから、まあ、クラッシュしたらねやっぱ直さなきゃならないですか。それがちょっと一番、まあ、怖いなと。初めて D1 を見に来たコースがここ南コースでした。で、まあ、その時、僕らのチーム監督の熊久保選手がインプで走った頃で、車が飛んでる、しかも横向いてる、あれを初めて見た時本当に衝撃を受けましたね。あれが、まあ、僕の心にめちゃくちゃ響いて、まあ、そこからもう本当にどっぷりですね。ストリートリーガルのライセンスを取ったのもこのコースなんですよ。で、さらに初めて優勝したのもこのコース。 D1 に出てからも初優勝は恵比寿なんで、まあ僕の生まれと育ちの場所、南コースみたいな感じですかね。ありがとう恵比寿サーキット。恵比寿南はですね、ドリフトを始めて、そうだな、ソアラを乗ってる頃から来てるんですが、祭りでも恵比寿のねドリフト祭りでもかなり一晩中ずっと何百周って回ってた時期があったのかな、2日間。もうね、それからなんか知んないけど恵比寿の南は大好きで、相性が良くて、そうね、予選落ちってあんまりなかったんじゃないかな。で、最後の最後86で大クラッシュと、そこで終了と。まあ俺的にはいい思い出と、腹抱えて人がぶつかってるのを見てる思い出が多いかな。ありがとう恵比寿南。逃げるメクワに対してボロスが入ってきた。すごい、17、18年前だと思います、はい、D1 に出る前だと思うんですけど、まだ本当プライベーターで走ってた時に、自分の車で自走でここにお客さんとして来て、まあ、週末になると、まあ、みんな集まってきて南コースで走ってるっていう感じなんですけど、当時は本当に、まあ、今も走ってるメンバーでいうと松井くんとか、松井くんもプライベーターでよく一緒に、南でバトルしてました。
一番やっぱ思い出深いのはお客さんにもちょっと言われたんですけど、ストリートリーガルの、エキシビジョンマッチ、その時にシルバーのニスモさんの S15 を運転させてもらったんですけど、非常にいい思い出です。 D1 ライセンスを取ったのも D1GP のライセンスを取ったのも実はここ南コースなので、はい、そういった意味では非常に僕のドリフトの中ではターニングポイントになっているコースであることは間違いないな。はい、南コースは本当にまあ僕の、を育ててくれたコースでもあるので、まあ来年以降ね、どういう風になるかまだ、これからってとこなんですけど、必ず進化して、皆さんが楽しめるコースになると思うんで期待しててください。で僕結構南好きで、まあ、そもそも D1 の聖地の一番最初ってプロドリフト選手権から恵比寿だったんですけど、レッツゴーコーナーとかいろいろやってて、いろんな人たちが走ってきたサーキットで、今年でこれでね、これで最後になっちゃいますけど、本当思い出深いコースです。だからそうですね、あとやってみたいことは第5の走りノーブレーキで走ってみたい。第5の走りは半端じゃないですからね。僕はあれはどうやっても真似できません。こうやって見てみましょう。赤い四角いこの車がどういう状態で飛び出した。よく飛んだ、よく飛んだ、よく飛んだ、いった、いった。まあ僕の本当原点、選考会で D1 取ったのも南だし、初めて D1 参戦したのも南で、まあ本当にいろんななんかこう物語があって思い出の場所なんで、もう本当に僕の中で、まあ、自分のなんかこうレベルの基準でもあったし、まあ、本当に南と共に来たドリフト人生だったかなと思ってます。ホームコースみたいなもんだったし、まあ、感慨深い本当最後の D1 恵比寿、まあ、本当悔いが残らないようにやりたいと思ってます。まあ、この南コースですよね。まあ、自分が初めて来たのはそうですね、あの BM 杯っていうあの全国大会がマゼサーキットであった時に、あのそこで走ってる姿を支配人が見てくれていて、なんか面白そうだからちょっと近いからすぐそこだから寄っていけよって言われて、え、それだったら行きますって言って、え、すげえ遠いんですけどとか思いながら来たのがなんか初めての印象ですね。その時一緒で走ったのが平岡さんとか、小口さんとか、そうそうとあるメンバーで一緒に走らせてもらったんですけど、まあしっちゃかめっちゃかでしたね。でその後、D1 が始まって、で自分は権利がなかったんで、選考会で権利を取る必要があったんですよね。でその選考会を受けたのがこの恵比寿南コース、そこで、第1回のねアドバンドリフトミーティングっていう選考会があったんですけど、そこで、優勝することができて、でまあ D1 のスタートを切ることができたんですよ。まあある意味D1 のスタートを切る、まあ、きっかけとなった、サーキット、思い出の場所になりますね。でその後、まあ、D1 である程度活躍できるようになった頃に、その支配人や野村さんたちと、対戦する機会もできて、まあ、すごい思い出深いサーキットですね。もちろん黒井さんとね対戦してしっちゃかめっちゃかになった思い出もありますし、単走でねお互い100点取り合ったりとかっていうのもあったし、まあ毎年毎年同じコースのはずなのに同じように走れないっていう、ああ独特の難しさもありましたけど、この恵比寿での思い入れというのは、僕がプライベーターでまだ86乗ってる頃ですね、何もついてない、エアコンも何もない AE86 で、とりあえず恵比寿サーキットってあるからってことで自走で僕来ました。でその時にですね、支配人の方から声かけていただいて、僕宿もお金ないから車の中で寝ようと思って、東北がこんな寒いとは知らずに、まあ走るだけ走って夜どうしようと思って何もないとこだと思ってたら、支配人が
なんと、まあ、宿を準備していただいて、で、まあ、いろいろいきさつを話したら、食事とかも全部提供してくれて、で、整備の場所とか、そういうのも全部準備していただいた、もうものすごく思い入れがあって、で、それ以降、やっぱり好きで、で、R やメミヤに入ってから、まあ、若干恵比寿がやっぱ難しくて、で、まあ、雨宮としては、やっぱ関東なので、いっぱいテストするサーキットあるんですけど、やっぱり D1 で戦う上で、一番ポイントを取りたい場所というところで、恵比寿に毎回、海女さんにお願いして、テストに行かせてもらってた、ものすごく思い入れのあるコースです。ここでだいぶいろんなテストして、いろんな思い出があり、クラッシュもし、怒られ、で、今に至ります。そんな恵比寿がなくなるのはちょっと寂しいですけど、またなんか面白い形で残るということなので、次の恵比寿南期待してます。僕の恵比寿の思い出といえば、もうあの大吾君との追走のこのクラッシュ、もうねこのクラッシュからもう10年引きずったコースなわけですよ。僕としてはねもうこんなコースとっととなくなればいいと思いながらも、そんなに成績が悪いわけではなくまあでもね努力のしがいのあるコースで、そのまあ、やっぱり大クラッシュしたので、だから、いつもそのイベント前には来て、いきなり来るとスタート地点に立てないんですよ、やっぱり恐怖で。で、まあ、事前に来てスタート地点に立って、でやっとみんなと一緒にスタートするみたいな。僕のこの南コースの思い出はむちゃくちゃあるんですけど、まず、選考会のデモラン、マナピーにそそのかされて、まあ、走ったんですけど、あれで僕の名前がちょっと広まったかなと思ってます。であとね D1 とかでも、めちゃめちゃいっぱいあって、あんまり思い出せないんですけど、ありすぎて、まあ支配人とのサドンデスの連続とか、あと川端とのサドンデスの連続とか、あと、まあ、最後、まあ、ほとんどやめるちょっと前なんですけど、まあ、ドリフトジャンボリーでの単走優勝、追走優勝、もう本当に思い出がたくさんあってなくなっちゃうのが悲しいんですけど、もう本当にこのドリフトの聖地がまた西に変わるってことで、僕もあのプライベートでも遊びに行きたいと思います。本当に支配人はじめ恵比寿の皆さん、本当にありがとうございました。思い出はね結構ありますね。ぶつかったりもしたし、車が壊れたりもいろいろありましたけど、衝撃的な思い出が、優勝して、ジクヤ選手とサドンデスで感動の優勝して、ゼブラでシャンパンで転んですごい痛かった、もうすごい覚えてます。南コースは痛いです。痛い目に遭います。南コースがね、舗装変わった時の D1 も出てたんですけど、大昔すごい食うてむちゃくちゃ苦労した覚えがあってね、あの当時ほんま苦労しましたの、まあおかげかなんかで、すごい南は得意になって、はい、結構勝率もいい方なんで、まあでもね最近では小橋がむちゃくちゃ強いんで、最後に言わせたいと思います。続きまして、自称レジェンドの順番倍、恵比寿南、いろいろな思い出があるんですよ。最初にここつなげたの誰か知ってるですか？220キロまで計量してきた。さあつなげてきた、つなげた、つなげた、強引に来た、つなげた、アウト一発。これがフォードアセダンか、これがスカイライン、逆転、はい、レジェンド、レジェンド、こんな思い出、そしてね最初に開催されたサーキット、これがね恵比寿南、そして初めて優勝したのも実はこことですよ。そして初めて敗者にしたの、敗者にしたのもこの憎き南コース。そして多分本邦初と思います。客席で胴上げされたとですよ。これはね歴史に残る快挙。快挙かな？知らんけど。まあいろんなこういう思い出があるとですね。でもねいい思い出はいっぱい。ちょっと悲しか思い出もあるんですけど、ここがなくなるのは本当寂しかですね。D1 をやっていく上においてこの恵比寿南が本当に重要で、そして本当に面白くて、でちょうどその頃ですよ、この場所に
1万人以上入ったっていうのを覚えてますか？無茶観客との一体感のある場所、実況席が観客席の間にあるんですよね。ですから本当にあの観客目線であり、それが実況と一緒な状態 で一緒に盛り上がれる、で僕の喋りに対して同調してくれて拍手や声援が出るっていうところは、ここ独特のものでしたからね。やっぱりね、そういう意味ではやっぱり恵比寿南は大好きですね。もうずっとここ恵比寿南と共に生きてきた、もうそのものという感じは僕はしてますんでね、そんな恵比寿南に、我々にとって D1 にとっては21年間本当にね感謝を言いたいかなと思います。ここまで、我々が楽しんでこれたのもみんなここのおかげだということだと思ってますんでね、本当にどうもありがとうございました。21年間こうやってドリフトを見てきて、自分も参戦をしてきて、ね、これからのやっぱ新しい時代のドリフトっていうのは、まあ、ここドリフト、まあ、D1 とともにねこうやってドリフトを作り上げてきたので、やっぱ新しい時代を作るのもまた俺なのかな、自分なのかなっていうところもあるので、まあこれで一区切りをつけて、まあもちろんやるからにはこの南以上のコースを作るのがもう目的でまして、もう逆にそれしかないので、新しい見せ方だったり新しいコースに向けてもう頭の中が出来上がってるので、まあそれは来春に向けてね、来年の2022年の、D1 グランプリ恵比寿が恵比寿の新しい D1 の始まりだっていうことで、まあそれに向けてねちょっと今準備をしてますんで、まあみんなの期待を裏切らないような、コースを作って、まあね、今こうやって新世代若い世代たちが本当にいい走り、すごい走りしてるので、まあもっといい走りが見れるように、でまあこの南コースよりももっと白熱した大会になるような、ちょっといやらしいレイアウトをちょっといっぱい考えて作っていこうかなと思ってますんで、ぜひ期待してください。本当ありがとうございました。21年間あの南コース応援本当にありがとうございました。そうです。そうです。最初で最後なんです。はい。ああ、よかったです。本当に。楽しかった。いい思い出になりました。ずっとこの恵比寿で D1 見て5年中を応援することができて、今日も末永選手が優勝できて、本当に嬉しいです。ずっと見てたんで、あもう地元がここなんで、はい、よく来てたんで、はい、寂しいですけど、はい、イベスって大体こうシリーズの間の折り返し地点じゃないですか。そこでのその熱いシリーズ争いのあのせめぎ合いとかっていうのが見れて、すごいそこが印象に残ってますね。すごい。納得のいく追走を大好きなサーキットで、一番最初に見た時にすごく感動して、そこからあるたびに来てますね。でも今日みたいな感動もあるし、そういう醍醐味がありますね。恵比寿自体はずっと東コースとか西コースとか動物園じゃないサファリパークとか、なんだろう、もう25年ぐらい前から来てるな。あ、そうなんですか。10年ぐらい毎年来てました。あ、そうなんですか。そう、初めて走ったサーキットで。思い出もね、ありますね。楽しい。